私が子供の頃は40、40 40が憧れだった。前人未踏の50本塁打マイナス50盗塁達成まであと少し、ドジャースを大谷翔平に、米記者簡単。本当に前例がない。現地9月11日、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平は、シカゴカブス戦に、一番指名打者でスタメン出場。初回に自己最多の47号ソロ本塁打を放ち、 2回には2投を成功させたことで、47本塁打マイナス類に到達。5 0ハイフン達成にまた一歩前進し、チームも10対8で勝利を収め、連敗を2で止めた。驚異的な記録に迫る大谷に対して、米スポーツメディアアウトキックのクレイトラビス氏は自身の X、旧ツイッターで、昌平はおそらく、 50-50クラブの初メンバーになるだろう。すごいことだ。スポーツメディアはこれをあまり報道していないような気がすると驚きを示しつつ言及した。また同期者は本当に前例がないことなんだ。私が子供の頃は40-40が憧れだったのを覚えている。50-50は本当にすごいと綴り、 繰り返し50-50という偉大な記録に挑む大谷を称えた。MLB、レンジャーズ逆転勝利デビュー戦の有望株ロッカーは4回3ランダ1失点、マリナーズ2コンの敗戦。日本時間9月13日、レンジャーズは敵チティ、モバイルパークでのマリナーズ4連戦がスタート。その初戦は有望株クマーロッカーをメジャーデビューのマウンドに送り、 5対4で逆転勝利を収めた。ロッカーは4回3安打7奪三振1失点と高騰し、レンジャーズ4番手のマットフェスタが4勝目、1敗、6番手のカービーイエーツが30セーブ目を記録。逆転での地区優勝に向けて痛恨の敗戦となったマリナーズは3番手のコリン・スナイダーが3、失点、自責点1で3対目、3勝を喫した。 2回表にジョシュヤングの7号ソロで先制したレンジャーズは、先発のロッカーが4回裏にジャスティン・ターナーの10号ソロで追いつかれたものの、マリナーズ打線から7つの三振を奪うなど、4回3安打1失点の高騰を披露。ところが、5回裏に2番手のヘルソン・ガラビトが一死1.2類のピンチを招いて降板すると、3番手のアンドリュー・チェーフィンは一死満塁とピンチを広げ、 ナンディア・ロザレーナの2点タイムリーと冒頭で3点を勝ち越された。しかし、ロッカーのデビュー戦を勝利で飾りたいレンジャーズは、7回表にナサニエルローの13号ソロで反撃を開始。8回表にはマリナーズ3番手のスナイダーからマーカス・セミエンが21号ソロを放って、1点差とし、エラー絡みで一死2.3塁となった後。 アドリス・ガルシアの内野ゴロの間に同点に追いついた。さらに、4番手のテイラー・ソー・セードからローがタイムリーを放ち、5対4と逆転に成功。1点のリードを死守して逆転勝利を収め、敗れたマリナーズはシュイ、首位アストロズとのゲーム差が再び4.5に広がってしまった。なお、レンジャーズは明日の第2戦にトミー・ジョン手術から復帰して、今季初登板となるジェイコブ・デグロム。 第3戦には、故障者リストから復帰するマックス・シャーザーが先発する予定となっている。